えー、ゆいのエアさん、こんにちは。かぶさん今日で4月が終わりますね、えー。さっきニュースでアイスショーの様子が流れてました。宇野昌磨くんの演技の様子でしたけど、黒いジャケットが新鮮でした。ああ、なるほどですね、うん。まあ、新しい感じの宇野くんがあ生まれるというか、ねえ、えー、見せてくれるのかなって楽しみですね、うん。引き合うっていうのをテーマにしてるんで、なんか、あの、 面白いテーマでちょっとやってるみたいなんで、うん、まだ見てませんけどね、うん。そんな感じでちょっと。えー、そして、か、え、ぶ、ー、さん10年間身につけた癖を直すとは大変ですね、うんえー。ほぼ不可能に近いと思いますけどね。片手を上げてのジャンプうまいですね、えー。来シーズンのダブルアクセル応援していますあ。ありがとうございます。頑張りますね、うん。自信持てるように。おしゃれなお家とお庭ですね。 バーベキューとかしたい感じですね。そうですね。バーベキューは、まあ、多分ん、えー、僕がジャンプ、訂正できたら、えー、自分にお祝いを勝手に、えー、したいですね。はい。えー、琥珀インさん、オープニングのピアノ曲のメロディー、可愛くて楽しくなりました。ああ、よかったです。うん。なんだろう、なんか、やっぱりこう、自分のね、なんか、動きだけ見てても、皆さん、飽きちゃいますから、なんか、せめて音楽だけでもね、うん、いいものがあるか。まあ、 そんな感じで編集やってよかったなと思いますね。はい。えー、桜子さん、えー、ありがとうございます。株君は公平に語ってくれるから助かっていることもありますが、えー、ここに来たての頃は、大体羽生選手オンリーだったような気がします。ああ、なるほど。えー、その頃に比べては入りづらいっていうことが正直たくさんあります。えー、羽生選手の話題がないというのも仕方ないから、宇野君中心になってしまいますね。 でも最近はずっとでですかね、うんまあ、でも最近宇野くんのアイスシとか結構盛り上がってるしなんだ YouTube とかでも結構ね宇野くん配信してくれるんで、まあ、結構やっぱそういった意味では話題が尽きない感じがあるんですけど羽生くんはミステリアスに包まれてるんで、まあ、ちょっとすいません僕の力不足で話題があの出,ない出なかったっていうのがあるんで、まあ、ちょっとそこは反省しつつ。えー やってあの反省しなければいけないんですけど、語れない身としてはつら、えー、いです、えー。まあ、アイスショーでも始まれば、また何らかの動きがあるでしょう。あでもね、全然桜子さん大丈夫ですよ。あの、宇野くんの話題中に、羽生選手の話題とか入れても、うんえー、僕はあの気になってますからね。やっぱ今、宇野選手、暑いですから、ちょっと。 仙台、うん、ルールもあるし、えー、羽生選手は YouTube を SNS も一切やってないし、ク、えー、リケットも一切情報を出せないんで、仕方ないでしょうね。うん、でも僕、一応羽生君のその話題は結構あ,のあるんですよ、うん。でもちょっと今あのなんだろう、最新の情報がやっぱ、えー、アイスショーになっちゃってるので、えー、まあ、ぼちぼちこうやってきますのでね。うんちょっと心配 をさせてしまって申し訳なかったなと思うんですが、でも羽生サブかが長すぎて乗り越えられるかネガティブな書き込みで、えー、申し訳ないです。5月2日は、えー、子供のチケット当選がわかる日です。当選しているといいのあ明日ですね。明日かあれああ明後日かうんいやぜひね、えー、祈っておりますのでうん当たれば当たってほしいですねはい、えー、やっぱりあの一人で見るよりもねお子さんと一緒に見,見る方が楽しいと僕も思うので。 はいうん、でも今日ちょっとね羽生くんの話題出てますので平野、うんえー、さんありがとうございます。えー、日頃の練習の積み重ね、えー、怪我なく頑張ってくださいあ。ありがとうございます。もう本当に積み重ねて,ていくしかないですね。うんえー、ひろひろさん、えー、ありがとうございます。 ジャンプの矯正大変そうですね。一度身につけたものは多分無意識にやっていそうです。そうですね。そこですね。うん。そこが僕一番あるので、しかも自分一人だと余計に大変ですよね。え無事え、満足いく修正ができて、来年度はますます素晴らしいジャンプをえ見,せ見せていただけることをお祈りしています。ありがとうございます。まあ、先生にね、ちょっと言われたりとかして、こうするんだ、ああするんだって言われて、自分でも、ああ、確かにっていうのがあったので、 まあそんな感じであの乗り越えていければなと思うんですけどね。うん、私は三八期間がめちゃくちゃ弱いので、えー、回転でも、えー、半回転でも、えー、こけそうです。あなるほど三八期間で結構人によってなんだこ個人差があるんですかね。うん、だから二回転とかできる株君や、えー、選手の皆様には、えー、尊敬の念しかありませんね。あ,ありがとうございます。いやーでもあのね他の選手とかもう四回転とかやってるんで。うん もう死んじゃないですね、本当に。うん。まあ僕はな、とにかく、トーループジャンプがもうできないので、うん、トーループになってないんで、まずは、それがね、えー、人生初治るかどうかっていうのもあるのであのな、頑張って直していきたいと思ってます。えー、エミリーさんあ、ありがとうございます。エミリーさんから羽生くんの話題はあるかな えー、羽生くんファンの皆様、もう1ヶ月したら羽生選手のアイスショーですから、また羽生選手の話題盛りだくさんになるんだろうと思います。えー、存分に語られてくださいということですね。 その時は、昭マファンは、羽生くんファンの方のお話で、羽生くんの魅力を勉強しながら、昭マくんの話題は、またワンワンチャンネルなどで、細々と砂漠に耐えるかなと思います。ということですね。羽生くんも YouTube 出てたらね、なんか結構、あの、あれかな、砂漠乗り越えやすいかなって思うんですけど、なかなか SNS とかはやらないのでね、この間からもう、昭マーな、 えー、話題からアイスショーに突入して心配したり喜んだり興奮して大騒ぎしてしまいカブクさんにもお付き合いいただいてすいませんでしたいやもう全然何にも大丈夫でございます何の,何のもんでもないですよ本当にねむ,むしろ僕は嬉しいので、えー、ハッピーでございますからね、えー、ちょっとねワンちゃんが吠えてるんでね、うんはい えー、羽生君は、私生活はなんかミステリアスな感じで、えー、それがまた魅力かなと思います。僕もそう思いますね。うん、逆に、えー、そこが羽生君の魅力かなと思うので、足が良くなって、今度のアイスショーでは元気な姿が見れるといいです。そうですね。うん、いやー、本当になんか、どんな羽生選手が、<ー>あ、ちょっと <laughs>、ワンちゃんが、どんなね、アイスショーになるのか、楽しみですね。えー、木更木24さん、エミリー様、そうですよね。 羽生選手のファンタジーオンワイスですね。娘が行くんですよ、えー、名古屋公園、ステファンによろしくと頼みました。昭、え、和、ー、ファンの方々の、えー、プリンスアイスワールド参戦報告、えー、堪能されて羨ましい昭和という感じですね。はい、うんえっと、羽生選手のファンタジーオンワイスで娘が行くんですね。なるほど、えー。ちょっと感想が気になりますね。はい えー、レモンみかんさんおはようございます。えー、っと、もう明日から5月です。あんまり毎日いろいろな世界情勢で最近円安がやばいと言っていますが、以前は円高がやばいと散々報道していましたよね。どっちみちやばいんです。<laughs> まあ確かに。うん。今円安に傾いちゃってるのかな。 えー、経済音痴なんで何言ってるのかは変わりません。えー、かぶ君の陸上練習頑張ってください。ありがとうございます。かぶ君の演技がなんか以前たちはとても素敵です。えー、頑張ります。アイミス譲る。や,ーやっぱり羽生君がちょっといないので、それやっぱ寂しい感じですよね。うん。えー、キサラ更二24さん。えー、かぶ君こんにちは。トーループの飛び方、えー、知らないままってそういうことはあるんですか えこういう地道なトレーニングが大事ですね。あと、継続も、えー、株くんがんばです。ちょっと前から聞いてみたいことがありまして、えー、コーツの方とは何語で会話されてるんですか変な質問で、えー、ごめんなさいということは、全然変じゃないですよ。うん、一応ね、えー、っとまあ、僕がいるとこっていうのはオランダ語圏、ベルリンの中でオランダ語圏とフランス語圏があるんですよ。えー、メクルンはオランダ語圏なんで、オランダ語で会話ですね。うん まあでも、えー、オランダ語はあんま話せないんで、まあ、フランス語でたまに話す感じですね。うんえっと、フランス語を話せる、えー、ベルギー人オランダ語圏に住んでてもあのフランス語で話せる人っていうのはいるんですけどそんなたくさんチームの中にはいないので、まあ、基本的には、えー、チームのみんなと話す時はオランダ語になりますね。うん えーまあ、フランス語でフランス語圏から来てる、えー、生徒も何人かいるんですけど、まあ、オランダ語も一緒に操れる生徒がやっぱり結構多くて、まあ、ベルギーに住んでたら、まあ、フランス語圏でもオランダ語を勉強したりとかっていうのはありますただ業者は結構仲が悪いので、えー、あんまりこうフラマンフラマンってあのオランダ語のことをオランダ語地域のことをね フラマンって言うんですけど、まあ、フラマンの地域の人はあんまりこうフランス語を話したからないし逆にフランス語圏の人はオランダ語を話したとしても話してても、えー、嫌悪感を持ってるっていう人があるので、まあ、そういう差別っていうのは、まあ、あると思います、うんえーまあ、あとは英語フィンランドとかね、えー、ロシアとか、まあ、いろんな国から来てる子たち結構いますね、うん、ロシアから来てる子いますよ うん、なのでまああのそ英語とかでやっぱ会話時々入ってますので、まあ、オランダ語が主流でフランス語英語っていう感じですね、うん、でもまあ僕は全部苦手なんで語学ほんと苦手なんでちゃんとインタビューとか受け答えられるかとかそのなんだちゃんと話してる分かってないことも結構多いのでまあ そういうな,んかなんかバイリンガーとかトレリンガーとかっていうことはもう全然ないですからね。うん。もうみんな勘違いそこはあのしてほしくないなと思うんですけど、全然できないことも結構多いので、だからまあ難しいなって思うこともありますね。まあ、友達とこう会話するときなんかも分かんないこと結構あるので、まあ、結構手こずってるんで、まあ、そこは本当にもうちょっとずつかなってね、思ってます。はい。 えーっと、いちごプリンさん、ありがとうございます。いちごプリンさんから、羽生選手について詳しくいただきましたよ。うん。えー、注目ですね。はい。えー、っと、アイス・ジェイ・ウェルスを呼びました。えー、詳細は書けないんで、簡単に私の感想をお伝えします。4回転アクセルの真実という記事で、羽生選手自身が4回転アクセルの82枚の連続写真を選び抜き、 踏切から空中姿勢から着氷までの技術的なことを解説していますということです。あこれはかなり勉強になりますよ、うん。特に選手の皆様は特に勉強になるかなと思いますね、えー。羽生選手が長い時間かけて苦労して築き上げてきたであろうものを、えー、惜,しみなく惜しみなく披露しています。ああ、すごいいいですね。 うん、これから挑戦する、えー、後輩たちにとって教科書みたいになるのではないかと思いますそうですよね、僕もそう思いますねだからまあ選手にとからするとまあ結構いい情報かなという感じますね、うんえー、その他はこれまでの、えー、サン度のオリンピックについて語っています なるほどですねやっぱり羽生選手は3連覇を本気に狙っていてそれを達成するための十分な練習を積み上げてきていて過去2回のオリンピック以上の自信もあったんだと思いましたあーなるほどこれね僕今回の3回目のオリンピックはちょっと自信がなかったかなって個人的には思ったんです羽生選手そうおっしゃったんですねこれはとても、えー、あの興味深いなと思いました フリーの前日に怪我をしてしまった瞬間の気持ちを正直に語ってくれています。なぜ今なんだ、えー、自信も希望もしない応援してくださる方々の期待に応えられない自分を責めたと忘れがちですけど、羽生選手も人間なんですよね。 なるほどですね。なぜ今なんだっていうことで。うん。やっぱ自信と希望をやっぱ失ってたんですね。でもなんか全日本の時に、まあ一回まあ NHK 杯の前に怪我しちゃって、で全日本で良かったので大丈夫かなって思っていたんですが、フリーのこう前日に怪我をしてしまったっていうところで、まあこれが結構大きかったかなっていうのでしょうかね。うん。 考えてみれば、羽生選手は大,大きな大会では、えー、満身創痍のことが多いですよね。満身創痍でも滑りきる。その状況、状態でも、えー、できる限りの最高の演技をする、えー。どんな状況でも、状態でも妥協せず挑戦をする。それが羽生結弦のスケートなんだなと改めて思い知りました。なるほど、すごいこれは、あの、なんだ、興味深い記事になっている可能性ありますね。うん。とても勉強になると思うので、えー いいあの選手の皆さんも結構おすすめかなとちょっと思いますで、ね、僕もいいなって思いますね。うん、で、記事の中の羽生選手の、えー、語りから、えー、身体についてどう考え、あこれちょっと気になります。まあ、ぶっちゃけ、まあ、それが一番重要なのかなと思うんで、身体どうなるんだろうっていうところをどう考えているか、それは読み手の受け取り方によって大きく変わると思いますということみたいですね。なるほど。 でも、いちごプリンさんは少なくとも寂しさを感じたりするところは一つもないということですね。うん。なるほど。えー、ただただ、羽生選手と羽生選手をサポートしてくださっていた方々への感謝の気持ちでいっぱいになりましたということです。ああ、なるほど。うん。まあでも、身体については、ちょっとまだわかんない感じかな。羽生選手の思いはしっかり伝わりました。 え足の状態もあるので時間はかかるかもしれないけど北京オリンピックで学んだことを活かしてもっと練習したいらあなるほどですねってことは結構なんだこの文だけ見ると現役続行の、えー、モチベーションが大きいのかなっていう感じがありますね、うん、羽生砂漠ですがこの一文を読んで胸が熱くなりました今僕も熱くなりました、うん、現役続行する可能性は高い気がします そして何よりフィギュアスケーター羽生結弦の存在の大きさに偉大,を偉大さを感じました。はいということなんで、この記事、この本、あの内容はとても素敵ですね。はい、えーまあ、まあ羽生砂漠続きますけど、まあ、この、ね、本はかなり勉強にもなるのでいいかなというふうに思いますので、おすすめかなというふうに感じますね、えー。ちょっと羽生砂漠抜けて くださいましたかね、うん、まだちょっとあれかな。羽生選手は3連覇を目指していた部分、なるほどなと僕は感じました。で、進退については、受け取り側のとこで変わるっていうのはまあ興味深いかなと思うんで、これは読,んだ読まないと分かんないっていうことですね。うん、えー。最後の言葉、突き刺さりましたね、僕は。続ける気がするなって思ったんで、えー、よかったなと思います。4回転アクセルと、あと他のジャンプとか、他のことも含めて進化したい気持ちがあるというふうに感じるんで、ぜひ、 ミラノオリンピックまでも頑張ってほしいなと,ちょっと思ったりはしてますね、うんまあ、個人的にはミラノオリンピックに行くなって思うんですけども、えー、桜子さん、えー、ここのこととは関係ないですが、えー、これから悪友と娘で,悪友と娘で、えー、乾杯です、えー、月1の楽しみが、えーえー、飲み会ですということですね悪友と羽生選手は語っていきます。 ちなみに悪友は羽生選手を尊敬していると言っています。もう彼の領域を超えていると、えー、当たっております。彼ほどのスケーターはいないと思っていると当たっておりますということですね。まあ、悪友っていうのはちょっと気になるんです。そんな悪友でも、まあ、羽生選手を尊敬しているっていうのはちょっとこのすごいですねなんか。なんか逆にいいですね。うんえー、v l n さん、えー、ありがとうございます。こんにちは、カブくん。 羽生選手の話題が少ないのは今の時期ファンタジーオンアイスや、えー、申し込みや、えー、結果の発表の件でいっぱいだからでしょうそうですね、うん、多分相性なかったら結構普通に羽生君の話題も多かったかなっていう感じますね、うんえー、そういう私もそのうちの一人ですが私はまだ静岡公演1日だけしか当たっていませんができれば幕張も神戸も行きたいんで当たるように祈っている毎日ああなるほど僕もちょっとどあのー えなんだ祈っていきたいと思うんですが、一日も当たっていない人のことを考えると、えいたですよね、ごめんなさい、とりあえず一日でも羽生選手に会えると思うと、今からドキドキです、いやー、感想をちょっとあの待ってますので、そしてアイスエンジェルズの4回転アクセルについての記事は、もう1ページ目から涙で崩壊状態で感動しましたということですね。いやや気になりりますねやっぱり、うん ネタバレになるので、えー、詳しくは書きませんが、これからも4回転アクセルの練習をすると書いてあったんで、現役を続けてくれるんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。どんな決断をしてもずっと、えー、見守っていきたい人です。いやー、気になりますね。涙線崩壊するみたいですよ。うん。いや、これはちょっと僕も気になってしまいますね。うん。まあ、皆さんのコメントを見る限り、 なんとなく現役を継続してくれそうな感じがするので、ちょっと安心かなと僕は思ったりはしてますね。はい。えー、そして、ルナさん、アクセルの他のジャンプ、綺麗ですね。ダブルアクセル、習得頑張ってください。ありがとうございます。まあ、来季、ダブルアクセル練習、あの本番入れられるかどうかわかんないですけど、いやー、でもちょっと来季はもう根性で入れていきたいですね。うん、じゃないと、えー、次に進めないので、うん。 頑張りたいですね、はいえー、桜子さん、えー、アイスジェールズのアマゾンで、えー、アイスジェールズアマゾンで見つけて予約しましたあアマゾンで買えるんですねちょっと僕も買おうかな今回は何やら筆形みたいですね届くのを楽しみに待っています中身が楽しみですなるほど楽しみですねこれはうん結構勉強にもなると思うので これかな羽生結弦学です4回転半のシーです。アマゾンで注文できますね。うん。えー、ちょっと僕も気になるんで、もしかしたらこれ、あの、見るかもしんないですね。はい。えー、ありがとうございます。これで以上です。